筒子が、丘公園は、群馬県縦林市にある、総合公園である。日本の歴史公園100選に選ばれている。49,890平方メートルの園内に、54種約1万株の筒ツツジが植えられている。東港園内の筒ツツジは、縦林城の歴代城主から現在まで手厚い保護、育成が図られており、樹齢800年を超える。 山筒子の居住群が自然系のままで保存され、歴史的価値は高い。また、日本における園芸筒子栽培史上、突起すべき江戸霧島古木群も多数保存されている。また、1994年に打ち上げられたアメリカのスペースシャトル、コロンビアの宇宙飛行士、向井千秋が縦林出身という縁で、シャトルに搭載された山筒子などが宇宙筒子として、 東公園で生育している。花は4月下旬から5月が見頃で、毎年、立林筒子祭りが行われている。筒子が丘の名称で、国の名称に指定されている。地元では、花山の名前でも親しまれており、孔毛カルタでも、花山公園筒子の名所と歌われている。小学生やボランティアが、毎年5月下旬に、翌年美しい花を咲かせるために、 死亡つまみという作業が行っている。筒子祭りが4月から5月の連休と重なるため、期間中は公園周辺は元より、立林市内、立林インターチェンジ周辺の道路は混雑するため、俗に筒子渋滞と呼ばれている。かつては園内に筒子が丘公園温室と称された温室や水産学習館と呼ばれる水族館があった。なお、 温室だった場所には 4D シアターを中心とした、筒子映像学習館と称される学習施設がある。2013年は昨年夏に、筒子が様々な悪条件により加賀文化がうまくいかなかったため、花がほとんど咲かないという異例の年となった。日本の歴史公園100選の実施。国土交通省。2018年4月24日閲覧。筒子が丘公園。 ググッと、群馬。二千十八年四月二十二日閲覧。指定管理者による、公やの施設の管理運営状況。群馬県。二千十八年四月二十四日閲覧。広報縦林第百五十二号。立林市。ピアニッシも四から五二千十八年四月二十四日閲覧。名所筒子が、岡公園に、異変満開の花々どこに。 東京新聞。オリジナルの2013年5月1日時点における、アーカイブ。https://web.archive.org/.web/.2013050144046/.http://www.tokyo-np. .co.jp スラッシュアーティクルスラッシュ GUNMA スラッシュに0 1, 1, 1 00 3 0 4 2 7スラッシュ CK20130427 02000173.html 2018年4月23日閲覧らん筒子が丘公園へのアクセス立林市。ありがとうございます。